しよう、さ、一個忘れられないさ、坂又のさ、キモエピソードがあるんだけどさ、一瞬さ、あの、頭痛くてさ、薬飲んだんだよ。頭痛薬をね、飲んだんだよ。その、控え室で。その時に、その、頭痛薬のさ、あの、ゴミあるじゃん、あの、薬の、あの、ゴミ。薬のゴミを、マリちゃんに、あげるね、これあげるって言ったらマリちゃんが、いらないよ、そんなのみたいな感じなんだけど、いらないですよ、そんなのみたいな。いらないの分かってつしもさ、あげるって言ってあげたんだけど。したら坂本がさ、いいなーって言っててさ、隣で。で、なんかその、マネちゃんがその、隣にいて、その隣に坂本がいたんだけど、坂本が、いいなーって言ってて、って言ってて、そしたらマネちゃんが、あげましょうかって言って、いいんですかって言って、カバンの中にしまってた。どうするんだろう、あれ。で、それだけが忘れられない。マジでどうすんだろう、本当に。恐怖だよ、本当に。